若月礼二郎、若月礼次、若月礼二郎、慶応2年2月5日、1866年3月21日、昭和24年、1949年11月20日は、日本の大倉官僚、政治家。栄天は、聖二位、君一等男爵。旧姓は奥村。陽名は玄路城。号は、活動。新時代にて、 若月つき郎と表記されることもある。貴族院議員、大倉大臣、第18.20代、内務大臣、第41.42代、内閣総理大臣、第25.28代、卓務大臣、第4代などを歴任した。松江藩の下級武士、足軽、奥村千三郎、倉の次男として生まれる。実母、倉はれい郎が3歳の頃急死した。 この頃、長男のゆずるは、父、千三郎と共に、判明で、京都に近い淀川沿いの山崎で勤務をしていたので、奥村家では11歳の岩が3歳の霊次郎の世話をしながら内職をし、かつ留守番を務めた。奥村家は、足軽の中でも、格式の低い家で、西賀町の中央に近いところに家を構えることも、できず、バスへとも言うべき外れの方の借家に住んでいたが、 礼二郎が生まれてから間もなく父、千三郎は、西中というところに小さな家を新築した。奥村家は極めて貧乏だったため、内職のようなことをして、ようやく生活していた。幼少の頃はまだ縦脇であり、礼二郎は、木刀一本を腰に刺して、寺小屋に通った。小学校を出ると、漢学塾へ通うが、一年後に辞めて、 教員練習校内変則中学科に入る。しかし、家が貧乏で学習が続かず、在学8ヶ月か9ヶ月で中学を辞め、しばらくは山へ薪木を取りに行ったり、家事の手伝いをした。16歳の頃から3年ほど、小学校代用教員をする。明治15年、1883年、陸軍士官学校の生徒募集があった。 完備で学士がいらないということから受験したが、体格検査では寝られた。その翌年、司法消防学校が完備で生徒を募集することを知り、飛び立つ思いであったが、試験場は東京まで出て行かなければならない。しかしその費用がなかったので、野木軍長をしていた王子、若月隆に相談し、30円の金を借りて、明治16年1884年7月頃、 数えで十九の年に松江を出た。東京では大学予備門に通っていた騎士聖一、後法学博士の下宿へ転がり込んだ。騎士とは地のつながりはないが近い親戚であった。やがて狭い下宿を見つけてそこへ移った。司法消法学校の入学試験というのは論語、孟子の解釈と史実眼の博文訓展の二回目だった。霊郎は 定員50名に対して受験者、約1500名という狭き門を突破して、同校予会進学した。小田一万などが同期の入学であった。在学中に、前述の叔父、若月隆の養子となり、若月生となる。明治25年、1892年7月、帝国大学放課を98.5分という、驚異的な成績を残し、主席で卒業した。 同期に、後に、司法大臣、鉄道大臣を歴任した、政党政治家、小川平吉、数期にわたり、内務大臣を務めた、官僚政治家、水野連太郎、常設国際司法裁判所所長、足立本一郎らがいる。若月は、法学校でも、帝国大学でも常に主席であった。荒井健太郎と足立本一郎とが彼の辞席を争っていた。若月は、 大倉省に入り、主税局長、次官を歴任する。この間、帝大時代の市である同郷の梅健次郎の下で、和仏法律学校、法政大学の民法、租税法講師を務め、政界入り後も理事や顧問に就任している。大正元年、1912年、第三次、桂内閣で、大倉大臣、大正三年、1914年から同四年。 1915年まで第2次大熊内閣で再度大倉大臣を務めた。大正5年1916年加藤孔明らの憲政会結成に参加して副総裁となる。大正13年1924年加藤内閣で内務大臣となり、翌年普通選挙法と治安維持法を成立させる。加藤孔明が 首相在職中に死去したため、憲政改総祭として内省を兼任し組閣する。この第一次内閣の時期には、左派政党で一種、社会主義的な無産政党が数多く結成された。大正十五年、1926年12月25日に、大正天皇が崩御し、その日のうちに昭和と改元された。明けて昭和2年、 1927年1月、少数与党で臨んだ第52回帝国議会冒頭で、折からの撲列事件と松島遊郭事件に関して、野党が若月内閣弾劾上草案を提出した。若月は立憲政友会総裁、田中義和と声優本党総裁、常並武次郎を待合に招いて、新定戦争の折予算案だけは、 何としても成立させたいが、上層案が出ている限り、どうしようもない。引っ込めてくれさえすれば、こちらとしてもいろいろ考えるからと持ちかけた。野党は、この妥協を承諾、予算成立の暁には政府においても新人なる、考慮をなすべしという語句を含んだ文書にして三人で署名した。新人なる考慮は、内閣大臣を暗示し、予算案成立と引き換えに、 若月内閣は退陣し、県政の上道に基づき野党政友会が組閣の対面を受けるよう取り計らうことを意味する。これで若月は議会を乗り切ったが予算が通っても一向に総辞職の気配を見せなかったことから野党は合意文書を公開若月は嘘つき総理であると攻撃した。このため金言実直名乗りのはずの若月玲次郎は嘘つき 礼二郎と呼ばれる羽目になった。また、帝国議会終盤の3月14日、衆議院に予算委員会で、大倉大臣、片岡直春は、野党の必要な追及に対し、時間から差し入れられた書き付けに基づき、現に今日正午頃に、お手渡辺銀行がとうとう破綻をいたしましたと発言する。実際には、東京渡辺銀行は、金策に、すでに成功していたが、 この発言で予見者が殺到し、休業に追い込まれてしまう。これにより昭和金融強行が勃発した。大戦景気の後、不景気に悩まされていた銀行や成金たちは、ここで一気に、倒産の浮き目に遭うこととなる。特に、台湾銀行は、成金企業の鈴木商店と深い結びつきを持っていたが、台湾銀行が再建回収不能に陥り、休業すると同時に、 鈴木商店も倒産し、これは強行の象徴的事件とも言える。台湾銀行の回収不能債権のうち8割近くが鈴木商店のものだったという。若月内閣は日銀に特有を実施させて、経済的混乱の収拾を図るために、台湾銀行救済緊急直令案の発布を図るが、数密院は本来帝国議会で、 救済法案を可決して対応すべきところ、直令による手続きは憲法違反であるとして否決してしまう。政策実行不能と考えた若月は4月20日に内閣総辞職し、声優会の田中義一に組閣の対面が下ることとなる。次に若月が内閣を組織するのは昭和6年1931年4月のことである。 県政会はその時立憲民政党となっていた。世界大恐慌と浜口内閣の緊縮政策により深刻な不景気を迎えていた国内では、水る、満州とモンゴルは日本の生命線とまで言われるようになっていたが、満州は小解析の北伐の完成により条約上の危機に瀕していた中華民国小解析政府は1928年7月19日に 日清通商公会場の一方的破棄を宣言しており、日本政府はその無効を主張していた。さらに長弁国属条例により、ま島や満州各地の朝鮮系を中心とした日本人居住者は立ち退きを強要され、あるいは迫害されていた。9月18日には、竜城湖事件を契機とした満州事変が発生し、若月の不拡大方針は国民、 軍部への指導力を発揮することができず、ついには内務大臣、足立健造が挙国一致を訴えたため、閣僚にも見放された状態で12月には閣内不一致による総辞職となった。その後、若月は首相経験者の立場で政治に参画し、重心会議のメンバーにもなった。重臣グループでは岡田啓介と共に和平派、恩恵派の中心人物であり、 昭和天皇からの信任も極めて厚かった。昭和十年代前半に、直期内大臣という声があったが、民政党の色が強いということで実現しなかった。昭和十六年、1941年には、東条秀樹を直期首相として創選した、重臣会議において、宇垣一世を直期首相に押し、論争を繰り広げている。戦争末期には、重臣の一人として、 中戦工作に関与した。昭和19年、1944年には、重心会議に出席した東条を、戦時経済遂行の面で激しく論難、東条の面目を失墜させ、東条内閣当閣に重要な役割を果たした。昭和20年、1945年に入ってからは、鈴木貫太郎内閣の総選や、ポツダム宣言受諾などに大きく関わった。戦後、 東京裁判の主席検察官を務めたジョセフ・キーナンは昭和23年1948年10月に若月、岡田圭介、宇垣一世、与内三政正の4人を戦前を代表する平和主義者と称えパーティーに招待している若月はそれから約1年後の昭和24年1949年11月20日狂心症で倒れ 静岡県に当主の別邸において皇居。去年83万。なお、この別邸は現在日帰り温泉施設の伊藤若月、別邸となってる。若月礼次郎長、古風案会古録によれば、この奥村の家は家族の続き柄が非常に複雑であった。古酒が二人の男の子を残して死んだ。警杯の足軽でも、わずかながら、6をもらっている。 しかし子種が死んで、相当な年配の子供がないと、六を取り上げられてしまう。それで、私のジップが、その未亡人のところへ向こう入りし、家を継いだ。そしてその間に、私の姉と私と二人の子供が生まれた。ところが私の実母は、私の三つの時に亡くなり、父は、後添えの妻をもらった。幼年の私は、もっぱらこのまま母と年上の姉に育てられた。 父違いの兄たちは10以上も年が違う。私は実母の顔を覚えていない。という。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。